こんにちは、Gです。ラズパイ OS、ブルズアイにアップデートして後悔している方いませんか？今回はそんな方々への情報です。ブルズアイ公開からちょうど1ヶ月、まだ情報は十分ではありません。最初はブルズアイにしたんだけど不具合があるという話。リリース直後なので高頻度でアップデートがあります。私の環境では12月初旬のアップデートで不具合が発現。その後2回のアップデートでも改善なし。同様のトラブル事例がウェブにはないので、私だけかもしれませんが、オーディオ出力がブツブツ途切れるんです。ブラウザー、メディアプレイヤーなどアプリを問わず音切れします。ブラウザー、VLC での再生はこんな感じ。でもシステムレベルのトラブルなので、対応は比較的簡単でした。同様のトラブルがある方は自己責任でお試しください。ターミナルを起動します。画面のようにタイプしてください。文中で画面の文字列を探します。カーソルを移動して KMS の前に F を挿入します。画面のような文字列になれば OK。保存してリブートします。直ってるか同じ動画で確認してみます。これでオーディオの問題はなくなり、すべてのアプリで正常にサウンド出力できます。将来のアップデートでトラブル解消されれば、同じファイルで F を削除して元通りに戻します。次に、パイカメラでトラブルがあるようです。私はラズパイのカメラは持ってないので、トラブル内容も不明です。ただお問い合わせがあったので調べてみました。テスト環境がなく未検証ですので的外れであってもお許しを。ターミナルを開いてラズパイコンフィグとタイプ。インターフェースオプションを選び戦闘業のレガシーカメラをエナブルにします。再起動後からパイカメラが有効になります。ラズパイの公式サイトの情報によれば、このカメラインターフェースは非推奨であり、今後はサポートはないとのこと。また、パイカメラ2が開発中で、近くベータ版が公開される予定だそうです。話は変わりますが、ブラウザーで YouTube を見る際、H.264iFi という拡張機能が必須でした。これは VP8、VP9 動画を H.264 コーデックで再生させるプラグインです。ラズパイに添付の Chromium には標準搭載されています。Pi 4、Pi 400の CPU はブロードコム BCM2711 で、実は H.264、VP8、VP9 のデコード機能がもともとあります。ブルズアイでは VP8、VP9 がちゃんとサポートされたようです。ブルズアイ 64bit 版からは OMX が消えるなど、コーデック周りは大きく変化しています。ということで、ブラウザに H.264iFi はもういらないはずです。念のため、Firefox で H.264iFi ありなしで動画再生を試してみました。1080p でシアターモード再生、HTOP で CPU 使用率をチェックします。画面上半分は H.264iFi あり、下半分がなしでの再生です。
結果 H.264Wi-Fi なしでも再生は問題なく、 VP9 のハードウェア支援は本当みたい。情報によると VP9 のハードウェア支援は 1080p までで 4K はダメとのこと。ついでに Chromium でも同じテストをしてみます。あれ、やっぱり Chromium の方が Firefox より CPU 負荷が大きいですね。それでも Bullseye には後悔しかないという方は前のバージョンに戻しましょう。今回 Ubuntu の LTS のような仕組みが公開されました。対象は一つ前のバージョン、Buster で Legacy と呼ばれます。ただし旧バージョンを使うにはリスクもあり、試しながら解説します。ラズベリーパイイメージャーを起動します。Choose OS からラズベリーパイ OS Other を選択。ラズベリーパイ OS Legacy を選びます。これがバスターです。SD に焼いてラズベリーパイに挿してください。初期設定はいつも通りなのでちゃちゃっと片付けます。ちなみに Pi4 で起動した後 Pi3 にその SD を挿したらちゃんと動作しました。ただし日本語化は不十分です。ターミナルで画面のようにタイプすると日本語が使えるようになります。ブラウザーは Chromium が入ってるんですが、英語版です。Chromium は Firefox と違って、後から日本語版にできないんで、英語勉強しましょう。それならと、Firefox も入れてみました。見かけは動作するんですが、音が出ない。まあ、バージョン合わないんでしょう。で、Firefox は削除。オーバークロックもやりました。ターミナルで画面のようにタイプして、文末に画面の文字列を追記します。Pi4 と Pi3 では文字列が違いますのでご注意を。Legacy についてのまとめです。ラズベリーパイ OS レガシーは教育現場などアップデートが都合悪いシーンを想定して用意されたものです。LTS のようなと表現しましたが、公式にはバスターのサポートは2024年6月まで。Linux 5.10 カーネルは2026年12月までサポートされます。ただし、ブルズアイの次のバージョン、ブックワームが安定すれば、ブルズアイに切り替えるという条件がついています。Chromium はハードウェア支援版ですが、初期設定が変更されているみたい。
バージョンは固定になると思われます。Linux は複雑なシステムですから、旧バージョンのサポートを続けるのは限界があります。レガシー版、今後はセキュリティアップデートだけになります。すぐのアップデートは困るけど、レガシー版で時間の猶予ができたと考えるのが順当でしょう。また、日本語環境が不十分なので、常用するものではないと思います。ご覧いただき、ありがとうございました。さて、今回が今年最後の動画です。おかげさまで今年も生きながらえました。ラズパイだけのこの動画も1年を超えました。飽きないか?とよく聞かれます。まあ、ボケ防止目的でマイペースでやってるんで飽きてもそれに気がつかないのかもしれません。いやいや、それもうボケてるから。冗談はともかく、1年間本当にお世話になりました。どうぞ良いお年をお迎えください。来年が皆様にとって飛躍の年となりますよう記念いたします。お正月はのんびりする予定です。餅を詰まらせなければ、お正月明けには新動画でお目にかかれると思います。ではまた次回。